コースケによる笛のパフォーマンスでした。次の曲は孝行恩愛という曲です。この曲は子が親を敬うという意味の富士熟語からできた曲です。曲の途中に栄養コーナーという曲があります。皆さんにも言ってもらいたいのでその練習をしたいと思います。私が栄養コーナーというので後から栄養コーナーと返してきてください。いきますよ。エイヤーコーラ、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 エイヤーコーラ。ありがとうございます。次に私がエイヤーというので後からコーラと返してきてください。いきますよ。エイヤーコーラ、エイヤーコーラ、エイヤーコーラ。ありがとうございます。それでは孝行恩愛どうぞお楽しみください。行くぞ。